はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金による無課金のためのプロスピエスをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日なんですが、いろいろ更新来ております。まず通常 S ランクで三塁手サードの選手が追加となっております。でまた A ランクとしては先発が追加になっております。こちらのサードの12選手なんですが、明日の動画で紹介していこうかなと思っております。サードなかなかいい選手やっぱり多いですね。それは明日の動画でチェックお願いします。で通常の S ランクが追加になったということですので、ガチャとしてドラフトスカウトが来ております。これはね、もう無課金未課金の方は絶対引かないでください。もう闇でしかないですね。でドラフトスカウトが来たということですので、子守ドラフトもガチャとして来ております。1人、1周だけ S ランクが出たらその場で終わりっていうような形なんですが、これも125エナジーで回せるんですが、普通のガチャ引くのと同じ、比率ですので、未課金未課金の方だろうと、絶対に引かないでください。マンスリー感謝祭としまして、S ランク1人確定の10連プレゼントスカウトが来ております。こちらなんですが、明日ご紹介するサード12選手と合わせて引いていこうかなと思っております。イベントとしまして、プロスピパークが開催しております。本日はこのプロスピパークについてちょっと解説とご紹介していこうと思っております。まあここまでが今回の更新にはなっているんですが、まあ、今回はちょっとエキサイティング第2弾が来なかったっすね。この第1弾来てそのまんま第2弾が来るのかなと思ってはいたんですが、まさかの通常 S ランクサードの登場ということで、まあこれはエキサイティング第2弾は多分15日に来るんじゃないのかなっていう風な噂がある感じですね。それじゃあ本日のイベントプロスピパークについてちょっと見ていきましょう。はい、こちらがプロスピパークの画面となっております。こちらなんですが、V ロードであったりとか試練を回って、その試合後に発生するチャレンジを行ってスコアを獲得して、パークポイントを獲得できるというようなイベントとなっております。でその獲得したパークポイントに応じて累計報酬がゲットできるというようなイベントとなっております。でこちらの報酬としましては、まあ、エナジーであったりとかコインはあるんですが、一番の目玉としてはこちらの、覚醒選手の A ランク契約書、助っ人外国人ですね、こちらが、契約書、選択契約書があるような形となっております。でまた、まあ、前回の覚醒選手が登場した時と同様に S ランク限界突破コーチ覚醒限定のものがありますので、しっかりこれも取るようにしましょう。後々かなり大きい素材となってきますので、取り忘れのないようにしっかり取るようにしましょう。でまた今回このイベント選手、まあイベント限定の覚醒選手なんですが、全て外国人助っ人となっております。こちらの紹介、外国人助っ人12選手の紹介はまた別の動画で撮ろうと思ってます。そちらもぜひ上がった際にはチェックをお願いいたします。はい、ではもうプロスピパークなんですが、チャレンジを発生するためにまずは、まあ、試練であったりとか V ロードやっていきたいと思います。はい、ということで試合をやってきまして、チャレンジを3つ3種類出しました。まずはスマッシュチャレンジの方からいきましょうかね。まあスマッシュチャレンジなんですが、投手が投げたボールを打って内外野にあるパネルを壊して、そのポイントを右上のスコアノルマ分稼いでいくっていうような、いべ、ミスった。でこの球の星が書いてあるところは絶対ストレートですので、まあ打てないことはないのかな。まあさっきからぶったけど、うわー最悪、こういうの最悪で、ホームランにしちゃえばボーナスポイントが入る形ですね。これははい、 OK。 次はストライクピッチチャレンジ、まあこれはうおい、時間がない。
ストラックアウトの要領でパネルを倒していく。でそのパネルが右上のスコアノルマを、超えればクリアって形ですね。で、球種に対してスコアボーナスがあるんでそれを投げるようにしましょう。なるべく4枚抜きが理想ですね、これは。でドクロは抜かないように、自分の使う選手の変化量を見極める。お、クリア。OK、5球以内。それじゃあラスト、バントチャレンジですね。で、バントチャレンジは、相手が投げてくる、投球してくる5球すべて行うような形ですね。で、ノルマは今回2000を目指す。で、バントなんですが、このバットのカーソルのなるべく下に当てると、飛距離は伸びないので、あとは方向を合わせるだけ。うわー、ずれた。上だと打ち上げちゃうんで、なるべく下ですね、これは。OK! さすが。で、これは2000超えたら、超えた分だけボーナスとして入る。下、下、下。まあ、ちょいすぎた。OK、OK、OK。2000を超えた1521がボーナスで入るっていう形ですね。こういう風にチャレンジを進めていって、ちゃんとクリアして累計パークポイントを集めていくと累計報酬がもらえるっていうような形となっております。で、今回のプロスピーパーク、まあ、今回からのなんですけど、ちょっと仕様が変わったところがありまして、まあ、こっちのお知らせのところに書いてあるんですけど、ここっすね。前回からの変更点、パークコストを廃止しました。神アップデートやんこれ。今までこの出てきたチャレンジっていうのはパークコストがあったんですね、ここら辺に。それを消費してチャレンジを挑むっていうような形でした。それがなくなったっていうことは、まあ、今まで大量に周回する場合は試合をこなして、こなした試合から発生したチャレンジを、パークコストを消費して、挑んでいくというような形だったんで、エナジーが倍かかるような形でしたね。試合を行うのにエナジーを使ってスタミナ回復して、で発生したチャレンジをエナジーを使ってパークコストを回復させて周回するっていうような形だったんですが、まあ、今回からそのパークコストがなくなったということですので、試合を周回すればするだけチャレンジが発生するというような形ですので、エナジーの消費が2分の1になったっていう形ですね。ですので、なるべく試合をこなして、ちゃっちゃと終わせたい方はどんどん試合をするようにしましょう。まあ、なんですが、一度に発生数っていうのは5個までしかストックできないんで、それ以上試合しても6試合7試合したとしても発生するチャレンジは5個っていうような形ですので、なるべく5試合やって発生したチャレンジをこなして、でまた5試合こなすっていうようなサイクルにするのが一番効率がいいのかなと思いますね。まあ、今回こういったところを気にしながら進めてもらえれば超速で、終わると思いますね。まあ、ちょっと今回出なかったんですが、累計パークポイントがかなり高い、相手もランダム的に発生しますので、それが出た際には必ずクリアするようにしましょう。はい、ということで本日は、新しく来たイベントプロスピパークについて解説させていただきました。今回超速で終わらせて助っ人外国人ぜひとも獲得してみてください。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。